金田一少年の事件簿、結果発表、次にドラマ化してほしい事件、ベスト10のご紹介です。前回の先日の動画では第11位までご紹介しました。今回は複数ある同率第9位の事件から始まりまして、実質ベスト10をご紹介していきます。最後は第1位までご紹介していきますので、よろしくお願いします。では早速行きましょうか。同率第9位の一つ目からご紹介していきます。一つ目は、蟻地獄号です。放課後の金田一くんとみゆきちゃんが訪れたのは、バイトの話を持ちかけてきた五木陽介の待つカフェフクロウのお店。実験モニターと称するそのバイトは、五木の知り合いの大学教授が行っており、3日間ほど心拍数や体温を測るだけで1日2万円という超高待遇。心理テストが必要なそのバイトへの応募を済ませて、3人はいざ現地へ向かいました。向かった先は、流砂も起こる砂漠の途中に建てられた、かつての軍の収容所だったんです。バイタルのデータと服の色、事件の度にかかる鍵、仕組まれたプロトコル、オープンワールドでない限られたエリアですね、限られた建物内での事件でした。蟻地獄号の事件に関して視聴者さんからは、トリック的にテレビ向けな気がするというご意見もいただきました。確かにそうですね。ありがとうございます。さあ続きまして同率第9位のご紹介です。同率第9位2作品目は、フィルムの中のアリバイ。こちら来ましたね。みゆきちゃんが車に。金田一くんにとっても衝撃の出来事。犯人を許せないと憤る金田一くんは、カメラのフィルムに残っていたある情報、ある違和感から見事に真相を突き止めてみせました。犯人にも言い分はあったかもしれませんが、みゆきちゃんを危ない目に遭わせてしまったのは事実です。連れられていく車を運転させていた剣持のおっさんは、警部の権限で少しだけ心のこもった判断をしてあげました。道枝くん主演の5代目ドラマで、亡霊学校がトイレの花子さんとしてドラマ化されましたよね。あれ短編集でした。なので、こうした短編集からのドラマ化も今後十分考えられるかもしれませんよね。さあ、続いて第8位です。第8位は、邪習館。はい。旧友伊沢健太郎の初登場。小学生の時に金田一くんが長野県の軽井沢で知り合っていた天才少年たち。6年ぶりの彼らとの再会は、その後の惨劇の始まりでもありました。小説版の事件の一つではありましたが、様々なトリック、様々な仕掛けが張り巡らされて盛り込まれていたと思います。また金田一くんの高校生より前を知ることができる限られた作品の一つでもあると感じています。そして、邪習館の事件を終えた少し後の次のこの事件となるわけですね。その流れで第6位行きましょうか。同率第6位の一つ目がこちらです。黒魔術。はい。金田一くんが久しぶりに向かっていたのは軽井沢。伊沢健太郎からこの数日前に手紙を受け取っていたんですね。取引先の会社の人が事件に巻き込まれたということで、金田一くんに手紙を書いたんだと言いますが、健太郎が手紙をよこすきっかけになった出来事は、火祭りコーポレーションの火祭り清流社長の一件でした。状況からして事故にも解釈できるものの、健太郎が金田一くんを呼んだのは、その一件が起こる前に見立ての鉄道模型が見つかったからです。金田一くんが到着したのは武道の館。5年前に清流社長が買い取ったというその館には、もともと赤の他人だという何やら訳ありな兄弟がいたんでした。超難解、数学の一分野、トポロジー。痛恨のすれ違い、金田一少年 VS 高藤陽一。一つ添えておきますね。この黒魔術の事件、キーパーソンは、火祭り星子です。続いて第6位。同率第6位の2つ目がこちらです。ディープブルーですね。ディープブルーも視聴者さんからコメントいただきました。シャオロンの活躍を見たい。原作、アニメ、映画とすべて犯人が違うので、ドラマ版はその3人を全員出してミスリードさせてほしいと。なるほどね。花火のモールス信号とか、そういったトリックは大胆でもあり、後の金田一少年の消し子でも少し触れられていましたよね。モールス信号のトリックや演出としては、まあこれ最大級だったんじゃないでしょうか。個人的にディープブルーはアニメ版が印象的でしたが、ドラマ化する場合はどうなるんでしょうね。続きまして第5位です。第5位は、狐火流し。みゆきちゃんと一緒に部屋を片付けながら手に取ったアルバムを見て金田一くんが懐かしがっていたのは、小学5年生の時のカブスカウトの集合写真。金田一くん一人で参加していたカブスカウトで、10名の仲間の中、白虎岳という山で遭難しかけていたエピソードを明かしてくれました。思い出にふけっていたちょうどその時、
金田一くんの家に電報が一通届いたんですね。それはまさにそのカブスカウトで知り合った少女、月江まりかの死を知らせるものでした。でも、まりかの亡くなっていた状況や金田一くんに電報が送られてきたタイミングも含めておかしな点がいっぱいなんです。不自然すぎる見立て、飛んでいったサッカーボール、話してはいけない花嫁役、結末の悲しさの描写が特徴的だった事件の一つとして印象強く残っているファンの方々も多いのではないでしょうか。さあ続けていきましょう。第4位です。ドラマ化してほしい事件第4位は吸血桜。金田一くんやみゆきちゃんが所属する不動高校ミステリー研究部では新入生歓迎のシーズンに向けた準備が始まっていました。決められたテーマの下で金田一くんとみゆきちゃんが取材に行ったのが東京郊外のある地域だったんです。1日1本しかバスが通らない先にあったのは昭和初期に作られたサナトリウム、療養所のようなところ、その夜桜亭と呼ばれる場所でした。この建物は金田一くんたちがバスで出会った女性愛禅吉野が買い取って旅館のように改装したものだったんですね。そこへメンバーが集まった1日目の夜に披露されたのがみゆきちゃんが血の色と例えたほどの赤い桜の花。事件の真相を知った上で読み返すと、この血水桜のシーンが全ての始まりでもあったわけですね。そんな参加者の中には同い年の3人組。彼らの過去にも何かがあったようです。夜桜を鑑賞した金田一くんはみゆきちゃんやさきくんに引っ張られるようにして、しぶしぶミステリー研究会の取材として、料理人の北屋敷のもとへ。そこで明かされたのが夜桜亭のサナトリウム時代の医者木形王龍という人物の存在でした。木形のとある出来事をきっかけに夜桜亭に真っ赤な血水桜が咲くようになったのだというのですね。マスターキーでこじ開けた密室の不思議、フリートークから紡ぎ出した過去、完全完璧な密室。この事件の犯人なんですが、被害者の一人の償いのような思いに助けられたという部分もあると思います。犯人の行動が突発的なものだった以上、その被害者の償いの思いも、前々からの覚悟があったものではなく突発的なものだったと考えられます。ただ、その償いがなされたのは金田一くんの言う通り、過去と向き合ってきた事実があるからこそだと思います。ドラマアニメで放送された金田一少年の事件簿、その20年後を描いた金田一37歳の事件簿、2023年春からコミックデイズで月2回連載されます。コミックデイズの詳しい楽しみ方はコミックデイズ登録方法で検索してみてください。さあここからはいよいよベスト3のご紹介です。ベスト3、一つずついきましょう。ドラマ化してほしい事件第3位は電脳三相です。ノベルズ版最高順位。皆さん、この事件が90年代すでに小説として書かれていたって信じられますか？視聴者さんからもこのようなコメントを寄せていただいています。一番ドラマ化してほしい。世間は10時間の事件のように叙述トリックブームなので、それを上回る傑作と言われるあの事件の実写化を見たいです。なるほどね。金田一くんとみゆきちゃんがスキー場へお出かけの準備、剣持のおっさんが誘ってくれた旅だったんですが、当の剣持のおっさんは正月早々事件に巻き込まれて同行できずと、仕方なく二人で向かったところ、なんだかんだでたどり着いた山荘の名前はロッジシルバーウッド。そこにはパソコン通信を通じて集まった仲間たちが初めてのオフ会を開いていたんでしたね。アリバイ検証とトロイの木馬からの電話、最後の言葉の理由と認識のズレ、チャット履歴の違和感。さて、ここまで上げてきた上で突然ながら電脳三相の事件の犯人はタクマという人物です。でもですね、これを言うだけではこの動画でも、もちろん電脳三相の小説の中でも犯人バレにはなっていないんですよ。そしてこの点が電脳三相のノベルズ版としての見どころの一つでもあると言えると思うんですね。続きまして第2位です。ドラマ化してほしい事件第2位は剣持警部が犯人に疑われるあの事件です。この事件のキーパーソンは問答無用で剣持勇です。ただ金田一37歳の事件簿でも剣持のおっさんが登場しているところからして、少なくとも剣持のおっさんは真犯人ではないと、そういう言い方はせざるを得ません。でもね、じゃあ誰がやったのっていう部分で、犯人は剣持のおっさんの存在を巧みに扱っていたのかなっていうふうには思いました。ある日デスクの上で剣持警部が眺めていたのはある事件の写真でした。3年前の少年事件と剣持のおっさんにはどのような関係があったのでしょうか。一方その頃、登校途中の金田一くんやみゆきちゃんのもとに車に乗った転校生が現れました。その転校生やかつての仲間たちのことを
剣持のおっさんは妙に気にかけていたのです。そしてだんだん剣持のおっさんがとんでもないことに巻き込まれていくようになりました。バスタブはどうなっていた？犯人のハードワーク。そこになぜいる高藤陽一。個人的にね、私はこの事件、最初から最後までフルで読んだことが数回しかないんですよ。それほどもう見たくないと思ってしまう事件でした。ただそれは面白くないというわけではなくて、もう見たくないと思わせるほど動機になった出来事に現実味がありすぎた。そんな風に感じたんだと自己分析しています。また視聴者さんからいただいたコメントの通り、ラストシーンの感じが好きです。という部分は私も賛成です。ラストは金田一くんの協力も得つつ、事件に立ち向かい続ける剣持のおっさんが描かれていたっていうのが良かったですね。さあ、最後はもちろん第1位の発表です。第1位、ここまでで紹介されていない、もちろんドラマ化もまだされていない、あの事件ですね。金田一少年の事件簿、次にドラマ化してほしい事件、第1位に選ばれたのは、天草財宝伝説です。やはりこれが1位でした。みゆきちゃんが部長に就任した不動高校ミステリー研究会。そこに入部してきた1年生の三浦エミリという生徒。金田一くんの名前をある人から聞いたと言いながら、隣の席に座ってきて金田一くんに急接近。彼女は一体何者なんでしょうか。部活後にみゆきちゃんと一緒に帰宅した金田一くんは、自宅に訪れたフリーライターの五木陽介から、天草四郎にまつわる財宝探しの話を持ちかけられました。現地へ向かった船の上では、五木さんを含めて多くのメンバーが顔見知りの様子なんですね。その中でも、1年前とか、5年前とか、そういう何かの出来事を印象づけるやりとりがありました。果たしてそれらは、今回の動機と関係があるんでしょうか。2種類の謎解き同時並行、第2の事件の時間差トリック、倉本家の家系図。天草財宝伝説の事件では、動機は何なんだろうという点から推理をしていくと、絶対に行き詰まると思います。真相がもうあれですからね。だから結果論なんですけど、この事件ではどんなトリックが行われていたのかなっていう視点で見ていく方がいいんじゃないかなと思いました。動機の面では、過去の事件とは大きく異なるものだったかなと思いました。少なくとも天草財宝伝説より前の事件と比べるとね。また、視聴者さんからのコメントの、五木さんが好きなのと最後のエピローグが好きなので、といったあたりも、読者の方々がドラマ化を期待する理由かもしれませんね。五木陽介と元恋人、最上葉月の間に何があったのか。二人の思いは再び重なり合うのか。そして、五木さんが、神も仏もないと悲観する一方で、最後にちゃんと救いが残されていたのも、ストーリーとして秀逸だったと感じました。さあ、いかがだったでしょうか。皆さんがドラマ化して欲しかった事件は第何位に入っていたでしょうか。そして、今後、当チャンネルでアンケートやって欲しい企画などありましたら、コメント欄へお気軽にお寄せください。ということで皆さん、次回もよろしくお願いします。ではまた。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは金田一少年の事件簿、金田一37歳の事件簿の感想や考察などの動画を発信していきます。応援してくださる方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また SNS は概要欄のリンクからフォローをお願いいたします。次回の動画もお楽しみに。